皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はこちら Zoom さんの G24 というマルチエフェクターを、単純に私が個人的な好みで購入いたしまして、せっかく買ったからね、皆様に動画で楽しんでいただこうかななんて思って動画を撮影している次第でございます。G24 昔から欲しかったんだよっていう方も、G24 初めて聞いたわ、面白そうじゃんという方も、ぜひのほほんと最後まで楽しんでいただけたら嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたします。視聴環境としましては、いつも通り、ビルドレンスからビビのケーブルで、Zoom G24 に行きまして、G24 なんか G が2なのか4なのかあれですけども、G24 に行きまして、ビビのケーブルで、ボックスのミニ550というトランジスタンプに繋がっている感じでございます。またね、このね、手元とかもね、いろいろとお見せしながらやっていこうと思いますので、よかったら楽しんでいただけたら幸いでございます。で、電源を入れるとこんな感じで、まあアンプとかラインとか選ぶモードがあるんですけども、もしこの先にオーディオインターフェースとか直接ラインで繋いでしまっているときは、こっちのラインを選ぶと良いかと思います。で、今回はアンプに繋いでるんで、このままアンプをセレクトして、このボタンで決定で、これで音が鳴る状態でございます。鳴らしてみましょう。わお。こんな音。クランチサウンドでございます。クランチはまあクリーンサウンドって感じか。カッティングとかいい感じの。で、これ今その電源入れたばっかなんですけども、まあ001とあります通り、これがですね、このブーブーブーと進んでいくと、まあこれが150個あります。びっくりすることに。で、この上下で10番ずつ、この番手を変えていくって感じなんですけれども、150個もう買ってきて電源入れるだけ音を楽しむことができるんですよ。で、さらにこれがまた面白いのが、このスモーキングっていうのがタイトルとかあるじゃないですか。これがまあちょっとしたヒントになってるんですけども、実はこの150個の音色がそれぞれ既存の曲を参考にして作られてるプリセットなんですよ。例えばこの1番に関してはですね、マニュアル見てみると、2020年代初期ポップロックのカッティングに適したクリーンサウンドですってあるんですけども、これブルーノマーズのコラボ曲でスモーキングアウト・ザ・ウィンドっていう曲があるんですよ。それをモチーフにしていると。まあ皆様よかったらMV 見てみてくださいませ。もうそういうブルーノマーズのダンスがめちゃかっこいい曲なんで、こっちでよかったら見てみてください。まあこんな感じで既存の曲をモチーフに音色が作られているんで、結構昔のズームさんとかに多かったんだけども、いろいろこのプリセット、初期プリセットをいじっているとね、なんかなかなかファンキーなサウンドがして、これいつ使うんだろうな、みたいなサウンドも結構あったんですけども、今回こんな感じで既存の曲がモチーフとなってるんで、すごいこう実用的な、結構実践的なサウンドがたくさん詰まってるんですよ。他にもこの例えば2番、行ってみるとすると、これは2020年代初期スコットランドのインディーロックに適したドライブサウンドですっていうことなんですけれども、鳴らしてみるとこんな感じの音。普通にこのジャカ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 ってするときになんかすごい気持ちいい感じのこのね、ガッツあるサウンドですよね。グレインディーとかもね、いいかもしれないし。こんな感じのサウンドにすごい適した、いい感じのなんかこのオーバードライブっていうんですかね、ガッツある感じがしますよね。で、このまま進めていきたいところなんですけども、今回実はですね、このアンプも僕のこだわりポイントというか気にしてるポイントでございまして、こういうエフェクターとかさ、なんか鳴らしてるとさ、なんかこうすごいなんかいい音してるしかっこいいけどさ、なんかそれギターがいいからじゃないとか、なんかアンプがいいやつ使ってるからじゃないっていうふうに思ったことありませんでしょうか。この動画に関してはご安心くださいませ。普通のギターです。全然いいギターじゃないです。すごく普遍的な普通のギター
でございます。で、アンプの方もですね、まあ、決して高級ではなく、まあ、別に悪いアンプじゃないんですけどね、まあ、普通にこのとてつもなくエントリークラス価格であって、で、機能としてもですね、そんなにこの複雑ではなく、普通にこうラインモードにしてフルフラットで出しております。皆様のご家庭、初心者の方が持っていても全然おかしくない、本当にエントリークラスの、トランジスタアンプなので、まあ、今回の動画で皆様がですね、すげえかっこいい音してるわっていうふうに思っていただけましたら、今回のこのズームの G2 フォーのポテンシャルか、滝沢勝成の 4番、ロストインパリス。2010年代後期のイギリスの R&B ソウルに適したクリーンサウンドです。やってみましょう。きつめにかかったエフェクティブなサウンドですね。ここからちょっとこう、ね、コンプを、ね、薄めてもいいんですけれども、まあ、このボタンを押すとですね、まあ、いろいろこのパラメータをいじるモードになれるので、まあ、このコンプレッサーを選んで、どうするんだろうな、この辺なんか触るといいのかな。そうですね。この辺なんかこのセンスとかをいじると多分コンプの調整ができるのかと思うんですけども、まあ、今回はですね、このプリセット、皆さんがそのこのエフェクターを買って、まあ、電源つないでいろいろこうね、あのプリセット選ぶだけでこんだけの音が出せるぜみたいなことをですね、ちょっとやっていこうと思うので、今回この画面に入って、エディット画面に入っていじるということはあんまりしないようにしようかなと思っております。5番、ゴート。こんな感じのサウンドですね。2010年代後期のプログレッシブロックに適したクランチサウンドです。やってみましょう。感じの、まあ、ポリフィアっていうバンドがいまして、そのバンドのゴートっていう曲の、まあ、このね、あれだと思うんですけれども、この個人的にこのリバーブのこの余韻のな感じはすごくいいななんて思うんですけども、いかがでしょうか。これがその5番ゴート。6番、ディーンタウン。2010年代アメリカのファンクに適したクリーンサウンドです。うっすらクランチな感じ、結構のウォームな感じですよね。温かみのあるなんかこのクランチサウンドの感じ。こんな感じのサウンドです。なんかちょっとピッキングのニュアンスとかを大事にすると面白そうな、
で、これ今、リレイとかリバーブとか何も入ってないんで、なんかそういうのをね、この結構ガッツリかけてエフェクティブな感じにすると、なんか割と使いやすいサウンドなんじゃないかなって感じはしますね。で、このまま8番。これは私知らなかったんですけども、2010年代中期の日本のオルタナティブロックに適したドライブサウンドです。ということで、マーフィーズアミューションの曲みたいですね。こんな感じの。これも結構そのファットな感じ。使いやすそうな音がしますね。ファズ系なのかな、これは。ファズが感じるのかな。そんなことない。ディーゼルだな。そんな感じのサウンドですね。8番。その次10番。シャンパーニュ。めっちゃ細かいツーです。めっちゃ細かいツー。すごい細かい歪みです。すごいこのバキバキに。バキバキに歪ませたいときにすごくいいかもしれない。で、これまたね、さっきの音と一緒で、この、ね、エフェクト、空間系が入ってないんでね、それを入れるとだいぶこのね、使いやすくなっていくんじゃないかなって感じがしますけど、ね、すごいな、この歪みの細かさ。シャンパーニュ、これはまあポリフィアの曲ですね、これもね。で、11番、フィジカルエデュケーション。まあ、結構コンプの効いたクランチサウンドって感じですね。何やってるか分かんないでしょ。これね、東信ヤバシっていうですね、この7弦ギターとかでですね、このスラップ奏法を多用するギタリストがいるんですけども、その方がね、こうやってんだ、このドゥドゥドゥ。で、他の曲では1回この3ピングボンっていったら5個で、3個。ここ、3個。ここ、3個。やる曲があって。5個、3個、5個、3個、5個、3個、4個。5個、3個、5個、3個、5個、3個、4個、5個。見ててくれて。なんかね、やってて、ね、なんかよくわかんなかったけど、ちょっと面白いんだ、これ。この元のね、そのフィジカルエデュケーションの曲は知らなかったんですけど、まあ、東芝市、そのギタリストさんの、まあ、モディレートってことですね、シミュレートってことですね。で、12番、これはもうね、もうタイトルまんまっすね、ゲットラッキー。ナイル・ロジャースっすよ。
バキバキみたいな感じですね。13番ギミチョコこれまさかの、ベビーメタルでございます。2010年代初期の日本のメタルに適したリードサウンドです。ソロの頭は、ちょっとあんまりよくわかんないけど、なんかすごいこのハーモニックマイナースケールですごく攻めるみたいな感じで、ね、そんな感じの曲でございますよ。ギミチョコ、なかなかこのね、このディーゼルのアンプのシミュレーターと思うんですけどね、この粒の細かい感じ、すごい使いやすいんじゃないかなと思います。13番ギミチョコで、14番 IDZ、 これもまたびっくりすることに、いじめダメ絶対、2010年代初期の日本のメタルに適したリフサウンドですということで、またもやベビーメタルです。感じの、まあ、このトーンもすごい使いやすいとかっこいいですよね。感じの音楽しい、いじめダメ絶対でございました。でその次14番は19、ファズユニバース。これもですね、19番説明書の方では2010年代初期のギターインストに適したファズサウンドですということで、まあ、ファズユニバースってポール・ギルバートのソロの曲があるんですけども、それのなぜかあのリフこのメインリフじゃなくてイントロの音だと思います、これ。このイントロの音のシミュレートだと思います。なぜメインリフではないのか、なぜイントロなのか、不思議なところですけども、これ面白いですよね。ファズユニバース。で、これミザリ、これはあのマルーン5ですね。懐かしい。
私その最初の「Songs Are About The Day」のアルバムがすごく好きだったんですけどね、2枚目あの V のやつじゃないか、あの V のやつじゃなくてあれか、この2枚目のやつはなんか銀色のやつか、なんか銀色の部屋のやつか、なんかそういうあの「Songs Are About The Day」のやつをイメージして、なんか2枚目買って聞いたら全然違って、ああって思ったことがすごい覚えてます。 28番、おドラマブラックパレードですね。マイケミですよ。Welcome to my Black Parade。使いやすいサウンドって感じですよね。全然問題がない。すごい歪みの質感がなんか弾いてて楽しい感じがしますね。29番ファイブス。これはまあガスリー5番ですね。2000年代中期のギターインストに適したリードサウンドです。こんな感じの曲があるんですよ。こんな感じのすごいこのストレッチタッピング、出ない音が悲しい。ストレッチが届かない、悲しい。まあ、こんな感じのエフェクティブかつちょっとこうステップスペースチックに、これはコーラスがかかってるのかな。こんな感じの、サウンドみたいですね。でその時29番から、ちょっと飛んで46とかいってみましょうか。この上下でこのね10番ずつ飛ぶので、これで46に行ってみるとすると Be My Girl。 ああジェットの音色か。I Wanna Be My Girl という曲がありまして、結構ヒットしたんですよね。2000年代初期オーストラリアのオルタナティブロックに適したクラウンサウンドです。まして、まあ、そんな感じの曲に適したちょっとこのファズっぽい感じなのかな。これはあまりこの細かい歪みじゃなく、すごいこの太い、さっきのこんな感じに近い、なんかこのゴンブトなサウンドって感じですよね。サウンドで47番はスケーターボーイ。これはもうまあまあですね。アブレロラボーンですよ。ありましたね、アブレロラボーン。ありましたね、スケーターボーイ。こんな感じでしたっけ。で48番、 Can't Stop。 そのままですね、2000年代初期のファンクロックに適したカッティングサウンドですってあるんですけど、これね、この音色ね、やっぱ Can't Stop って聞くとさ、
誰もがさだと思うじゃない。多分これね、この音の元ネタってファズチックな感じ。この音。こっちだと思うんですよね、これね。でも確かにこのファズの音。これはすごいなんか弾いてて、単音弾いてるとすごく面白い感じですよね。他にも。こんなんとかね。なんか3弦の細い弦を単音で弾いてるだけでも結構ファットな感じがするのは、このね、ファズの質感が多分すごくいいからなんでしょうね。こんな感じで次52番。これもスーパーナインティース。これまあ、アンディ・ティモンズだと思うんですけども、52番。2000年代初期のギター演奏に適したリードサウンドです。で、これもね、メインリーフのこの、こっちじゃなくて、一番最初のイントロの、ですよね、もうちょっとこの歪みの質感がもっと細かくて荒かった気がするので、なぜそっち側を指名としたのかちょっと謎なんですけども、なんか逆にその着眼点がすごく面白いなって思ったところでございますね。次61番、スリープナウだけで、知ってる人はもうニヤって感じがしますよね。スリープナウインザファイヤーでございますよ。1990年代後期の、オルタナティブブロックメタルに適したサウンドでございます。62番ゲロリア・ウェリオ。確かになんかそれっぽい質感。65番スリープウォーク、これもそのままですね。ラリー・カールトンっておじさんがいまして、そのおじさんのルーム335が一番有名ですが、スリープウォークもすごい有名なんで、まあ、それのサウンドの知名度ってことだと思います。まあ、このディレイのが確かにまあスリープウォーク感あるかななんて感じがしますけれどね。これがまあその65番の音色でございますよ。77番、ちょっと飛んで、わかります？このビューティフル P。まあわかる人はわかるか。Beautiful People ですね。
んな感じの試食でございます。これまた面白いですよね。そうですね、だいぶ長かったけど、ね、そうそう最後にしましょうかね。もう30分とか言っちゃった、DLP アンガー、わかりますか、謎謎みたいな。でも1995年って書いちゃってるからね、これがまあ結構大きなヒントになっちゃってますよね。ドントラックバックインアンガーでございますよね。1990年で中期の UK ロックに適したクランチサウンドですということで、まああれですかね、違う。次このポップスとかで使いそうな。音色でございます。いかがでしょうか。まあ、今回ですね、そのプリセットいじるだけでこうバーッと鳴らしてみましたけれども、どうでしょうかね。まあ、これだけでもね、わ、確かにいろんな音色出るわ、すげえなって感じが伝わったかと思います。またね、ここからエディットモードに入って、まあ、さらにこのエフェクトを追加したりとか、いろいろパラメータいじったりとかすれば、まあさらに、そのより深い音色作りとかもできたりとかするんですけども、まあ、その辺の説明とかはですね、また今度の機会にさせていただこうかなと思っております。とりあえずまあ今回私が言いたいのは、皆さんがこれを買ってご自宅に持ち帰ってケーブルをつないで電源を入れて、でアンプにつなげばですね、もうプリセット切り替えるだけでこんな色の音色が出るよなんていう感じのことをお伝えしたかったまででございますけど、いかがだったでしょうか。でまた別の楽しみとして、そのズームさんのその公式サイトにあるですね、マニュアル、そのパッチリストのこのね、曲名とかを見ながらですね、まあ知らない曲でもね、その曲名でタイトル検索すればですね、まあ MV とか大体出てくるので、まあそこでこの新しい音楽を知るきっかけを作ったりとかですね、新しいアーティストさんを知るきっかけとかもですね、なんかできるとまたさらなる違った面白さが得られるんじゃないかななんて思ったりとかします。まあ今回はこの150個入っていて、まあ150個のモチーフがあるわけなんですけども、まあそれぞれやっぱりそれぞれの時代の、まあ、ヒットソングだったりとか、まあ流行った曲だったりとかするので、結構有名な曲多いですからね、曲名、タブとかで調べれば、気に入った曲に関してはですね、弾き方も学べたりするかもしれないみたいな感じですね。そんなこともですね、面白いよっていうことをですね、ちょっと一コメントお伝えしておこうかなと思っております。よろしくお願いします。それではそんな感じでだいぶ長くなりましたけれども、以上とさせていただきましょう。今回はこちら Zoom の G2-4 のご紹介動画でございました。ご意見ご感想リクエストその他もろもろありましたら、ぜひコメントの方に残していただけたら嬉しく思います。それでは最後、長い動画最後までご視聴ありがとうございます。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。